大変遅れまして申し訳ありません。ただいまから関西広域連合と市町村との意見交換会を始めさせていただきたいと存じます。私は本日の進行役を務めます広域連合事務局の中塚と申します。それでは開会にあたりまして井戸連合長よりご挨拶を申し上げます。連合長よろしく。今日は大変お忙しい中、関西を代表していただいております近畿市長会と近畿町村会のメンバーの皆様方とこのような意見交換会を持つことができまして、関西広域連合としましては大変喜んでいる次第でございます。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。皆様との意見交換会は24年の3月に特に喫緊の課題でありました国の出先機関対策をテーマにスタートをしたわけでございますが、基本的には少なくとも年2回このような形で意見交換をさせていただこうということとして昨年来開催をさせていただいております。今年度に入りましては初めて第1回目の会議ということになります。今回で勘定しますと5回目ということになります。さて関西広域連合でございますが3年8ヶ月を迎えました。この間におきましては特に防災面では東日本大震災への被災地の支援、カウンターパート方式というような形で、私どもの関西広域連合のもとに府県そして市町村がご協力いただきましたので随分存在感を示し得たのではないかと思っております。また紀伊半島を中心とする大水害に対しましても機動力を発揮できたと考えております。合わせましてドクターヘリにつきましては刑事ヘリが あれは来年の4月ですね来年の4月ですね来年の4月にもう導入が決まっておりますので、そのような意味では関西全体を覆うドクターヘリ網が関西広域連合の下で運行されていくことになりました。そのような意味でいくつかの課題を乗り越えて対応をさせていただいてきたわけであります。今年から第2ステージと我々言っているのでありますが新しい広域計画に基づきます関西広域連合の運営が始まりました。第1回失礼しました最初の広域計画ではいろんなプランの作成を急いだわけでございます。そのいろんなプランの作成は第1回目で実行いたしましたがそれに基づいてオペレーションとか機能をどういうふうに連携しながら発揮していくか具体のシナリオ作りが必要になります。これらを第2ステージではしっかりと進めていきたいと考えているものでございます。後ほどそれぞれの分野の推進状況につきましては各担当委員からご説明をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。また国のからの権限以上につきましては法律の閣議決定まで国の出先機関の丸ごと移管に関連しましてこぎつけたのでありますがご承知のように解散になりまして政権交代になり出先機関の丸ごと移管につきましてはまだ大きな課題になっております。一方でご案内のように地方分権推進の懇談会の方から手上げ方式でありますが府県や市長に対して国の事務を委譲する項目について提案をしてほしいという要請がありそれに基づいて分権事務を進めていこうという運びになっておりますがその対象に関西広域連合も入っておりまして関西広域連合としてふさわしい事務につきまして提案をしているものでございます。例えば
国土形成計画におきますブロック計画の策定権限を関西広域連合に移譲していただいた方が総合的な計画によりなるのではないかという提案などが代表をさせていただいたものでございます。ただまだまだ残念なことに市長の皆さんからもあるいは府県民の皆さんからも関西広域連合っていうのは何をやってるんだろうなというような疑問を呈されていることが多ございます。そのような意味では関西広域連合の活動の見える化をもっともっと進めていく必要があるわけでありまして、そのような見える化の推進に我々自身も努力をしていきたいと考えております。この機会もその一つに活用させていただければ幸いかと思っております。本日は皆様から忌憚のないご意見をいただきながら今述べましたような諸課題に対しまして関西広域連合といたしまして課題解決に少しでも進むことができるように努力をしていきたいと考えておりますのでどうぞ積極的なご提言やあるいは意見をご意見を頂戴したいと存じます。よろしく冒頭お願いを申し上げまして関西広域連合を代表してのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速意見交換に入りたいと思いますけれども、その前に関西広域連合の取り組みについてお配りしております資料に基づいて連合庁及び各担当委員副委員の方からご説明申し上げたいと思います。時間が限られておりますので早速説明に入りたいと思います。それでは井戸連合庁からよろしくお願いいたします。はい、それではこれからは座ったままで、ご説明をさせていただきたいと思います。お手元の意見交換会資料の1ページをお開きいただきたいと存じます。私が兵庫県知事として分担をさせていただいておりますのが広域防災分野でございます。事務局としては広域防災局が分担をいたしております。その現状につきましてご説明を申し上げたいと存じます。大規模広域災害特に南海トラフ等の災害が起きましたときに関西が一体として対応する必要がございます。そのために関西防災減災プランを作らせていただき、これに基づいて関西の防災減災体制の強化とともに機動的な活動が展開できるような調整を発揮しようとしているものでございます。今年度の取り組みでございますが関西防災減災プランに基づきました南海トラフ巨大地震応急対応マニュアルの策定を実施しようといたしております。ここで言っておりますのは南海トラフ地震の際の広域的な応援ニーズに円滑かつ的確に対応するために関西広域連合として役割や手順をシナリオ化して南海トラフ地震に特化した対応マニュアルを策定しようとするものでございます。申し遅れましたが参考資料の3にですね、現在まで策定いたしました関西防災減災プランの例えば風水害対策編の概要版、それから参考資料の4が、新型インフルエンザ等に対する感染症対策編の概要版、そして参考資料の5が鳥インフルエンザが高低期等の感染症対策編、そして参考資料6が原子力災害にかかります広域避難ガイドラインの概要版、
これらを参考資料としてつけておりますが、これらの参考資料でつけております他に津波防災対策編がございまして、それらに基づいて広域防災分野のこのような応急対応マニュアルを今年度作成していこうとしているものでございます。もう一つ大きなテーマといたしまして、検討しておりますのが緊急物資円滑供給システムの構築についてでございます。東日本大震災におきましても緊急物資がなかなか被災地の避難所に必要なものが十分に届けられなかったのではないかという反省がございます。いわゆる市町単位の物資センターにはですね、届いてたんでありますが、それからの先がなかなか足がない、あるいはガソリン不足というようなこともありまして、十分に届けられなかったのではないかということも言われております。そのような意味で、一番最後に一番カラーに書いておりますトラック協会ですとか物流ネットワーク協会ですとか、いろんな物資に関連している関係業界の皆様方にも入っていただきまして、緊急物資の供給システムを作る検討をしていきたいと考えているものでございます。この緊急物資円滑供給システムの協議会におきまして検討を図り、いざという時の対応に異論がないようにしていきたいと考えているものでございます。今までですと緊急物資のですねデリバリーはどちらかというと県や市町の職員の皆さんがやっていたというのが通例でありますけれども、もっと民間の皆さんの協力を得られないのか、例えばいろんな宅配業者の皆さんいらっしゃいます。宅配業者の皆さんの方が機動力も発揮するし、本業でありプロでありますので、よほどその方々の協力を得るような体制を作った方が的確な配送ができるのではないかというような発想から、このような協議会を作らせていただいてシナリオ化したい、このように考えているものでございます。それから2ページ目お開きいただきますと、関西広域応援訓練をこの26年の10月の19日に和歌山県で実動訓練をさせていただく予定にいたしております。昨年は滋賀県で10月27日に実施をさせていただきました。図上訓練も来年の2月に行うことにいたしております。これにもご協力をいただきたいと思います。4に書いておりますのは関係職員の災害適応能力の向上のための研修でございます。どうぞよろしくご理解をいただきますれば幸いでございます。それから資料の25ページをご覧いただきたいと思います。近畿圏の広域地方計画への対応といたしまして、26年度以降積極的に近畿圏の広域地方計画の改定参画していきたいと考えて、おります。そのような意味で、関西の将来を見通した、研究会を作りまして、その研究会で、議論を深めまして積極的な提案をしていきたいと考えております。研究テーマ例として3つ挙げておりますが、地域間競争が激化する中での関西経済の在り方、人口減少社会における関西圏域の持続可能な地域構造の在り方、新しいライフスタイルに対応した関西全体で支え合う仕組みの在り方などを中心にいたしまして、26ページにありますように、関西経済としては、世界から高度人材が集結する関西経済特別区域を作りたい、地域構造といたしましては参画と共同による新しいクラスター型のまちづくりの先導モデルを提案したい、
支え合いとしましては、コミュニティビジネスなどコミュニティを核とした協助コミュニティの創造などを目指したいなと、こうキーワード整理をしているものでございます。そのために関西圏域の展望研究会を設置いたしまして、推進を図らせていただこうと考えておりますので、いろんな意味でのご提言をお願いしたいと思います。もう一つページ35ページでございます。ページ35ページは先ほどご挨拶で触れさせていただきました地方分権改革に関する提案募集への対応でございますが、まず第一陣といたしまして、2に掲げておりますような国土形成計画に基づく広域地方計画の策定権限を移譲してほしいなど、2番目に複数都道府県にまたがる直轄国土河川にかかる権限、観光権、保健医療機関の指定権限、リサイクルの推進にかかる事務、山陰海岸公園にかかります管理権限、それから広域連合が国に異常を要請できる事務の範囲につきましては、広域事務、今我々がやっております7つの事務に関連することだけに限られておりますので、これの制約を外してほしいということ、そして手続きの簡素化につきまして提案をしているものでございます。それから47ページでございます。ちょっと少し、ね、時間を取りすぎてますので簡略化して説明させていただきます。琵琶湖淀川流域対策に係る研究会の設置についてでございますが、昨年の台風18号で、琵琶湖の荒井堰が完全に12時間ほど締め切られまして、下流部を守ったわけでありますけれども、一方で周辺で若干の水害が生じたというようなことが出てまいりました。上下流のいわば調整システム、すでに操作システムとしては出来上がっているのでありますが、より広範囲の総合治水としての視点から、川の中だけではなくて川の外対策も含めた治水対策が、総合的な治水対策が必要ではないかという趣旨で、この研究会を設置したもので、ございます。琵琶湖淀川流域についての課題を整理して、統合的流域管理の可能性の検討をしていきたいということで、6月の委員会で研究会の設置を決定させていただき、メンバーも決めさせていただき、第1回の研究会をこの8月には開催させていただき、3回ぐらいで中間報告を出させていただければなと、このように予定をしているものでございます。それから49ページは電力需給逼迫時の対応につきまして、節電の呼びかけと合わせまして、いざという時には呼びかけをさせていただきますので、ご協力をお願いを申し上げる次第でございます。広域連合全体といたしましては、昨年の実績以上の節電を呼びかけさせていただいております。昨年の節電実績は平成22年度夏比で 11% 減でございましたので、 11% 以上の節電をお願いを、協力を求めております。クールスポットにお出かけいただくというようなことも含めて、お願いをさせていただいているもので、ございます。それから最後に、ページ57ページでございますが、関西ワールドマスターズゲームズで、ございます。ワールドマスターゲームズは、これ資料をたくさんついておりますので後でご覧いただきたいと思いますけれども、中高年の障害スポーツのオリンピック大会とこう言われております。この中高年の障害スポーツのオリンピック大会、
ワールドマスターズゲームズをオリンピックパラリンピック大会の後の2021年に関西で開催をすることで準備を進めているものでございます。これは30歳以上の方ならばどの競技にでも予選なしに参加できるという誰でもがスポーツを親しんで行くことができるという競技大会でございまして、関西全体で取り組ませていただこうといたしております。この会の前にもその打ち合わせ会をしたばかりでございます。東京でも競技団体に対しまして説明会をしてまいりました。ただまだまだ認知度が足りません。7年先だということもあるわけでありますが、東京オリンピックに比べて月とすっぽんどころじゃない差がありますので、そのような意味で、これから PR を進めてまいります。ぜひ皆様方にもご協力をお願いしたいと存じます。以上私からの説明とさせていただきます。それでは山下副委員お願いします。京都府の山下でございます。本来なら知事が説明させていただくんですけれども、海フェスタで秋篠宮がおなりでございますので欠席をさせていただく。3ページをご覧いただきたいと思います。広域観光と文化振興の2つのテーマをご説明をさせていただきます。まず広域観光ですけれども、特にインバウンドは非常に好調でございまして、本当に海外から日本に来ていただく、あるいは関西に来ていただく方が増えているなというのを、最近特に実感をしております。これまで、特に関西はですね、海外に PR させていただける内容が非常に多いということもございまして、関西国際観光イヤーということで、毎年のようにテーマを決めさせていただいて、アピールを少し絞った形で、向こうの海外の方に理解が促進されるような工夫もさせていただいてですね、PR 活動を展開させていただいております。世界遺産になりました和食を中心とした食とか、関西非常に強い、クールジャパンの、最も重要な部分である漫画アニメとかですね、そういうテーマを決めさせていただいて PR をさせていただいているところでございます。またそうした、イヤーで、来ていただくわけでございますけれども、やはり観光ニーズは非常に多様なので、できるだけ広域に回っていただきたいと、あるいは関西の魅力を、満喫していただきたいということで、9つのテーマを設定をさせていただいて、できるだけ多くの地域、それぞれの光るものをですね、見ていただくような工夫をさせていただいているということでございます。これに加えまして、後の方の文化にも関わりますけれども、世界遺産をたくさん持っておりますし、新たに世界遺産を目指す施設もあるわけでございますので、そういう部分を含まえた、世界遺産の関係のルートなどの、設定もこれからしていきたいなというふうに思っております。それからめくっていただいて4ページでございますけれども、なかなか海外の方が分かりやすい、できれば公共交通機関を使ってですね、めぐっていただくためにもガイドが非常に重要でございます。日本語と英語ぐらいはだいぶできてきていると思いますけれども、その他の言語についてはまだまだでございますし、表示の仕方も統一がされていないということで、国もガイドライン作られたわけですけれども、そういうガイドラインをもとにですね、関西なりのガイドラインを作らせていただいて回っていただきたい環境づくりをさせていただこうと思っております。これ以外にも当然Wi-Fi とかですね、そういう、ICT を使った、駅に行ったらデジタルサイネージたくさん出ておりますけれども、そうしたことも含めて、今後大きな課題になってくるだろうというふうに思っております。もう一つは文化でございます。関西は
多分日本の文化首都だというふうに自負しておりますけれども、その文化の発信のために、関西文化の日というのを設定をさせていただいて、美術館とか博物館の入場料を、まあ2日間でございますけれども無料にさせていただいて、まあ、それぞれの地域の方々が培ってこられた文化をきちっと時代の方にも継承もしていただくし、内外の方に知っていただくという活動をしておりまして、これは参加施設数もうなぎ登りでございますし、挿入感謝数も、25年で46万人ということで、まあ、非常に大きな事業に成長をしてきているところでございます。まあ、今年も11月15、16に実施しさせていただきます。それから、それだけでは不十分でございますので、各文化施設でやっておられる事業についても、ウェブを通じてですね、情報発信をさせていただいています。まだ日本語版と英語版しかできておりませんけれども、今後各国版も充実させていただいて、文化を中心にいろいろな体験をしていただくような形にしていきたいと思っております。また観光とも通じるんですけど、関西文化の道という事業をさせていただいてまして、人形浄瑠璃、まあ、浄瑠璃ですねを中心としたルート策定をさせていただいて、これはまあいろんな各国語でパンフレットを作らせていただいたり、イベントを実施させていただいたりしているところでございます。まあ、それ以外にもですね、今後の、文化振興のためのプラットフォーム作りを大事にしていきたいというふうに思っております。人形浄瑠璃だけではなくて、お祭りも、まあ、今日祇園祭りも天神祭りもあるようでございますけれども、各地域にお祭りございますし、まあ、そういう部分も含めてですね、華やか関西文化戦略会議というのを設置させていただいて、関西全体の文化振興と文化の内外発信をしていくための、まあ、プラットフォーム作りをしていきたいと思っておりまして、第1回の会議を7月にも末ですね、にも実施させていただく予定で作業を進んでおりまして、まあ先ほど連合庁がおっしゃいましたけれども、オリンピックの都市は関西は文化でオリンピックの開催に貢献をするということを志しておりますので、そうした戦略的な展開ができるように議論を深めていきたいというふうに考えております。以上でございます。平井、よろしくお願いします。その広域観光文化のうちのジオパーク関係を担当しております平井でございます。まあ、いずれ和歌山もジオパークに入ってくると思いますが、現在京都府、兵庫県、それから鳥取県にまたがります山陰海岸のジオパーク、これは府県連携の典型的なモデルケースとして進行していこうという立場でやっております。まあ、これにつきましては、実際世界のジオパーク認定をされまして、県域の観光施設 13% ほど入場客が増えてきております。まあ、そういうことだけでなくて、一体的な取り組みがですね、民間レベルでも行政レベルでも強まっておりまして、まあ、いい傾向が出ているのではないかなというふうに思います。まあ、具体的には地質の道として PR をしようということでありまして、6ページの隣の7ページ目にありますような、まあ、こういう外国向けのフリーペーパーに出したり、さらにアジア太平洋地域におきますジオパークネットワークの会議、これを来年開催をする、まあ、こういうことにさせていただいております。まあ、ちょうどこの8月の3日から6日まで、最新査が来ることになっております。マウリツィオ・ブルランドさんというイタリアの、まあ、これはベイグアという、まあ、公園の、方なんです。またジン・シアチーさん、これは黒竜江省の、まあ、ジンポフという、湖のですね、まあ、担当者の方でいらっしゃいますが、まあ、こういう地質学者が世界的な審査としてやってこられます。まあ、こういうものも共同で我々でですね、お迎えをしてクリアしていこうということで進めております。また京都駅、大阪駅、三宮駅でのキャンペーンなど、まあ、知名度のアップ、誘客の促進ということを展開をしているわけであります。私の方からは以上です。それでは松井、よろしくお願いします。
広域産業振興分野を担当しています松井です。広域産業振興分野においてはついては関西広域産業ビジョン2011に基づきまして、連合域内の自治体や経済団体等の関係機関と連携をし、関西経済の活性化に向け取り組みを進めております。本日は平成26年度に新規事業でありますメディカルジャパンの誘致活用とその他の企業支援の取り組みをご説明ご紹介をいたします。資料の方は11ページであります。それと資料の最後の方にメディカルジャパンのパンフレットを付けさせていただいておりますので、ぜひご覧になっていただけたらと思います。まずメディカルジャパンの活用誘致活用ですが、ここ関西では医療医薬品関連の生産高で国内シェアのトップを誇っております。また再生医療分野では iPS 細胞に関し世界初となる臨床研究が始まるなど、医療ライフサイエンスの分野において非常に高いポテンシャルを有しております。しかし有効なビジネスの場となる大規模展示商談会がこの分野においては首都圏でしか開催をされていないため、関西広域連合からリードエグゼクティブジャパン株式会社に関西での開催を要請をいたしまして、お手元のパンフレットにもございますように平成27年2月にインテックス大阪で開催をすることとなりました。関西広域連合といたしましては、国内外から約2万5千名の来場が見込まれるこのメディカルジャパンに出展等を行いまして、関西の産業のポテンシャルや先進的革新的な取り組み特区の紹介等を実施してまいります。また今後主催者と連携をしながら本展示商談会を継続的に開催をし、将来的にはアジアで存在感を示せるものに成長させ、広域産業振興分野の目標でありますアジアの経済の拠点の形成につなげていきたいと考えています。次にその他の企業支援の取り組みといたしましては、企業の医療機器分野の参入を促進するために薬事法の基礎的初歩的な相談に応じる医療機器相談事業、中小企業が持つ高度な技術や製品等を大企業との技術ニーズ等のマッチングを行う大企業とのビジネスマッチング商談会、大阪府が世界9地域に設置をいたします。海外展開の支援拠点について域内企業の利用を可能としたビジネスサポートデスクの共同運用、域内の公設試験研究機関の共同ポータルサイトであります関西、ラボネットによる情報発信や域内企業を対象とした機器の利用等にかかる、割増料金の解消を継続する公設試験研究機関の連携などを推進しております。こうした取り組みについてたくさんの企業の方々に関心をお持ちをいただき、ご利用いただくことが重要と考えておりまして、地域と太い、ネットワークを有しておられる、市町村長様には、事業の周知等にお力添えをいただくことを、お力添えをいただくように、今後ともご協力をお願いをいたします。伊坂副連合長お願いします。私は広域産業振興局の中で少し分けまして、農業農林水産業を担当しておりますので、13ページをご覧いただきたいと思います。でこれ少し後から始めた話なもんですから、ビジョン、それから広域計画の作り直し、そういうところから始めました。で、特にですね、例えば地産地消とかですね、あるいは産品を食文化を交えて売っていこうとか、あるいは海外にも売っていこうとか、そういうビジョンを6つくらい作りまして、でそれに基づいて一つ一つ地道に活動をしているわけでございます。で特に地産地消につきましてはですね、もうちょっとこう大きなこともやりたいんですけれども、それぞれの県あるいは市町村が、これは全部自分でもやっているということでございますので、
共通してやろうというところは、3つございまして、1つはおいしい関西、応援企業というのを作ろうとしております。まだ少しでございますけれども、関西の地場のものを使ってあげようと、社員食堂なんかで使ってあげようと、こういう話です。それから学校に対する取り組みでですね、この域内には、おいしいものがいっぱいあるんだぞと、健康なものがいっぱいあるんだぞということをですね、子どもたちにも教えに行こうと、いうことであります。それからさらにですね、それぞれの地域が直売所を持っています。産直市場ですね。でそういうのをですね、お互いにこう交流をしてですね、それぞれの得意分野を、分けっこしよう、お互いに宣伝し合いっこしようと、で応援し合いっこしようと、そういうことをようやく始めたところでございます。もう一つはですね、私の担当はこれは初めからでございますけれども、職員研修でございます。で、関西広域連合がみんなで仕事をするという意味で、共通に、例えば必要なこと、あるいは、資質を高め合う、そういうことも大事ではないか、あるいは、交流を深めてですね、お互いによく知るということも大事かもしれない、そういうことでございまして、3つぐらいのことをやっております。で1つはですね、ある時期、捉えまして、みんなで合宿をしてですね、政策形成能力を高めようという研修をやっております。で2つ目はですね、お互いの研修ですね、特に専門的な研修に、他県の人なんかもどんどん入っていただいて、教え合いっこしよう、団体連携型研修というんですけども、そういうこともやっております。で最近はそれをですね、さらにウェブでやるということもいいんじゃないかということで、今手を出し始めているところでございます。まだまだ始まったばっかりでございまして、そんなに規模は大きくございませんけれども、だんだんと育てていきたいと考えております。以上です。泉、お願いします。はい、広域医療を担当しております徳島県の泉です。それでは資料の18ページをご覧いただきたいと思います。広域医療局では安全安心の医療圏関西、こちらを目指しまして、平時災害時を通じて大きく4つの具体的な取り組みを実施をしているところであります。まず第1点目は広域医療の分野別計画であります関西広域救急医療連携計画の戦略的な推進です。現在の分野別計画につきましては、進化成長する計画として平成26年度までの計画となっておりますから、新たな広域連携課題への対応を盛り込みまして、次期の分野別計画の策定を行うことといたしております。第2点目は広域救急医療体制の充実についてであります。こちらについては広域連合として現在ドクターヘリ5機体制で一体的な運行を行っております。まず平成25年の11月から運行開始をいたしました兵庫県ドクターヘリの導入によりまして、連合管内におけるドクターヘリの未整備地域、こちらが解消されました。また出動要請が重複をした場合や複数の傷病者が発生した場合におきまして、複数機のドクターヘリが補完をし合う総合応援体制を構築をしているところであります。また救命効果が高いと言われております30分以内での救急搬送体制の確立を図るため、滋賀県全域および京都府南部を運行範囲といたします軽自ドクターヘリにつきましては、平成27年度中、先ほど連合長からお話がありましたが、極力早い時期での運行を目指しているところであります。また総合応援体制の充実を図りますため、近隣のドクターヘリやドクターヘリ的運行運用を行っております消防防災ヘリ、この連携についても積極的に進めているところであります。第3点目は災害時における広域医療体制の整備充実についてであります。東日本大震災におきましては、関西広域連合の各構成府県が応援をする自治体を割り当てる、いわゆるカウンターパート方式によりまして、医療救護チームを派遣をするなどの支援を行ってまいりました。その際の課題、こちらを踏まえまして、発災後に刻々と変化をいたします、被災をされた方や避難所、また医療救護者などの状況を的確に把握をいたしまして、医療従事者の適正配置、また医療資機材の割り当てを行うための被災地の医療、これを統括調整をいたします災害医療コーディネーター制度、
こちらをすべての構成府県こちらを設置をいたしまして、現在県内では260名の皆さん方にご就任をいただいているところであります。まあ、今後は災害医療コーディネーターの役割また業務への理解を深めていただきますため、行動によります研修会や訓練を実施をしたいと考えております。最後第4点目は新たな連携課題に対応した広域医療体制の構築です。まあ、危険ドラッグ、最近ではまあ統一した名前とされましたが、この危険ドラッグが原因とみられる交通事故が多く多発をするなど、まさに社会問題となっているところであります。このため広域連合管内におきましては、昨年度から危険ドラッグに関する情報の共有や検査担当者の合同研修会などを実施をしており、今年度には新たに取締機関も含めた合同研修会を8月の27日大阪で開催をする予定としております。今後とも薬物乱用防止対策、また周産期医療をはじめといたします高度専門医療分野などにつきまして、しっかりと連携を図ってまいりまして、一層の連携を図るとともに、関西2000万府民県民の皆様方のための安全安心医療圏関西、その実現をしっかりと目指してまいりたいと考えております。以上です。それでは最後に広明局長、よろしくお願いします。はい、広域環境担当の三日月知事が所要欠席で申し訳ございません。広域環境保全局の事務局からご説明させていただきます。資料は19ページでございます。広域環境保全では関西が多様な都市と農産漁村、自然が適度に分散し近接しているという環境、あるいは関西エコスタイルをはじめとします先進的な取り組みをやってきたということを生かしまして、地球環境問題に対応し持続可能な社会を実現する関西を目的の一つに掲げまして取り組んでおります。下の図にございますように、24年3月に広域環境保全計画を作りまして、24年25年を第一フェーズといたしまして、低炭素社会づくりや自然共生型社会づくり、続いて今年の26年度から第2フェーズといたしまして、これらの充実とともに新たに循環型社会づくり、あるいはまちづくり、人育ての部分で取り組みを進めているところでございます。20ページ以降に具体的取り組みはございますので、簡単にご説明させていただきます。まず1番目の再生可能エネルギーの拡大と低酸素社会づくりでございます。住民事業者の啓発事業といたしまして、夏冬のエコスタイルキャンペーン、今もお願いしておりますけれども、このような取り組み、あるいは関西エコフェス大賞というようなものを実施をしてございます。また今年からは下の方にございますけれども、地球温暖化防止活動推進各県におりますけれども、これの合同研修会などを通じまして、住民啓発をますます増進してまいりたいという側に考えてございます。下の関西スタイルのエコポイント事業でございます。これは各企業のご協力をいただきまして、環境やに優しい商品あるいはサービスの提供していただき、エコポイントを発行して、それによってまた商品サービスを得ていただけるというものでございまして、現在13社22製品サービスがこれまでご参加をいただいているところでございます。次、21ページをご覧ください。3つ目の取り組みで電気自動車の普及事業でございます。電気自動車につきましては、急速充電器などの充電装置、これの基盤整備が大事ということでございますので、それの設置状況などが一目で分かる充電マップの作成、それを行っております。また観光部局とも連携をいたしまして、毎年 EV やプラグインハイブリッド、これを入れた観光地の写真などの写真コンテストを実施しておりまして、これの普及に努めているところでございます。次の括弧2でございます。自然環境、自然共生型社会づくりでございますけれども、この取り組みの一つといたしまして、関西地域の川右広域保護管理計画の推進というのをやってございます。この中で関西地域では大変たくさんのところでカワウが被害を及ぼしておりまして、漁業や生活に被害を与えておりますけれども、これを広域的に取り組むということで、まずカワウの生息動向調査、これを全県域一斉にやってございます。その結果を踏まえまして、今各地域のうち2地域を選びまして対策検証の事業をやってございまして、これを各府県に広めてまいりたいという具合に考えているところでございます。今年もそのような事業を実施していく予定としております。次のページ、最後22ページをご覧いただきたいと思います。日本鹿の関連でございます。これは今年度から取り組もうとしていることでございます。日本鹿は各地域で大変農業被害などで問題になっております。また生態系被害も深刻化しているということでございます。特に県域の間、府県境域の一番その手が入っていない地域の被害も大変進んでいるという具合のことを聞いてございまして、今年からこれに府県域の地域における生態系被害の広域的な把握、
あるいはそれを踏まえた上での捕獲事例などの収集などに努めてまいりたいという側に考えているところでございます。真ん中の生態系生物多様性に関する情報収集提供でございます。関西広域連合全体で多様性情報を収集いたしまして、博物館のネットワークを生かしながら生物多様性の保全上重要な自然地域を選定するという事業に今年から取り組むという予定をしてございます。最後に今年から取り組み事業の最後でございますが、3番の循環型社会づくりでございます。各地域でやっております 3R の取り組みを生かしまして、統一的なキャンペーンを今年から実施してまいりたいということで、キャッチコピーや統一ロゴの作成などを予定しているところでございます。環境は府県域相互につながっているものでございます。スケールメリットを生かし、あるいは広域連合が方向性を示して各地域でそれをもとに実施するなど、広域のメリットを生かした形で取り組んでまいりたいと考えておりますので、どうぞ市町村の皆様のご協力、今後ともよろしくお願いいたしたいと思います。それではこれより意見交換に入りたいと存じます。ただいまの説明もしくは配布資料に対する質問も含めまして、関西広域連合の活動全般に対するご意見いただければと存じます。特に私の方から指名はいたしませんので、適時ご発言いただければと存じます。よろしくお願いいたします。じゃあすみません。はい、どうぞ。失礼いたします。近畿市長会副会長で京都府南丹市長の佐々木でございます。この資料の47ページに挙げていただいております琵琶湖淀川流域の研究会の設置、私どもも大変これを研究会設置いただいたこと感謝いたしております。実は私ども淀川上流桂川の上流域にございます。日吉ダムの所在地でございます。こういった中で、今回の被害60年ぶりの被害となりました。また端的に申しますと、この日吉ダム流木が1万3500リューベたまりました。そしてこのほかに土砂が相当たまっておる、住民不安というのは大変この上流域では出てきております。やはり私ども今避難勧告避難指示等についての首長の責任というのは大変問われておる時期でございます。こういった中で、ぜひとも今後研究会におきまして、有識者の皆さん、また広域連合の委員の皆さん方との お話し合いといいますか、意見交換の場を設けていただきたい。とりわけやはり中間報告が出ますとプラスアロハというのはなかなか難しいと思いますので、それまでにこういった機会を開催いただけたらというふうに思っておりますので、ご理解をいただきますようよろしくお願いいたします。以上です。もしよろしければ、すみません、じゃあ先にご質問。はい、本日は私は大阪府の町村町会の副会長として、出席させていただいておりますが、関西の発展には関空の活性化が不可欠である、こういうように思うことで、関空の地元であります私どもとして一言お願いを申し上げたいと、こういうことで時間をいただきました。日々関西広域連合におかれましては、先ほど連合会長さんからもご説明がありましたが、府県域を超え幅広い広域課題に取り組まれ、着実に実績を積み重ねておられることに敬意と感謝を申し上げたいと思っております。関西広域連合をはじめとする府県市町村におかれましては、国や経済界、新関空会社との連携協力をし、関空の国際拠点空港としての機能強化に向けて着実に取り組まれていることと思います。とともにですね、私どもの地域泉州九市四町といたしましても、関空の活性化に向けて微力ながら関空院観光アウトのインバウンドによる観光振興も観光振興も含めて、泉州地域と新関空会社が一体となって共存共栄に取り組んでいるというところであります。そこで今後の
今後も関空はアジアのゲートウェイとして関西圏の人や物の流れの拠点となる上でも関空と大阪都心部を結ぶ関空リニアの整備が必要と考えております。その実現を地元選手として熱望しているところであります。もちろん中央リニアの東京大阪間の同時開業に向けた取り組みが最優先であることは十分に承知しておりますが、関空リニアについても地元自治体として切に願っているということを念頭に置いていただき、今後取り組みを進めていければと願っているところでございます。本関西広域連合には選手地域の一員である堺市が出席されておりますので、関西広域連合のメンバーとしての立場を踏まえてこの点についてちょっと竹山委員長さんはどのように思っているのか、ちょっと続いて発言させていただけたらありがたいんですが、他にご質問ご意見どうぞ。近畿市長会の相談役で兵庫県市長会の会長をしております芦屋市長でございます。節電ページでいきますと49ページになるんでしょうか。節電の対策についてであります。節電をしよう節電をしようという声掛けだけではなくて、ぜひ関西広域連合こぞってですね、全県庁市役所役場、お盆の3日間は少なくとも閉庁というような、大胆な、お盆対策お盆の時に、そういうことができないだろうかと、ご提案を申し上げたいと思います。お客さん民間は休んでおりますので、お客さんの来ない、庁舎に何もクーラーをガンガンかけて職員が全員来てる必要は全くないと思いますので、我々は、一昨年から始めておりまして、混乱も苦情もございません。窓口一昨年は第一回目でもう全く完全にシャットアウトいたしましたけれども、やっぱり窓口を開けようということで昨年は窓口部門だけは一部開けました。本当に混乱も苦情もなくて、節電の効果、役所が、自治体がこう節電に向けて真っ先に取り組んでいるということをまず示しそうということで取り組んでおりますので、もうちょっと大きい形でできればなと思っております。公務員はいつも休んでいねえとこう思われがちですが、逆に一番役所が開けてほしいとき、例えば12月の29日とか、3月の一番最後の年度末の土曜日、年度初めの土曜日、これを開けたらいいのではないかと。我々は率先してもう今年3年目に入っておりますが、大変効果がございますので、ぜひこぞって関西広域で取り組んでいただければと思いますので、ご提案申し上げます。ありがとう、はい、それでは3人からご意見いただきましたので、とりあえずここで、意見交換をさせていただきたいと思います。私からは佐々木さんと、それでは山中市長にお答えをさせていただきたいと思います。一番難しいリニアの問題は高山市長が答えないということでございます。佐々木市長さんからの申し出ごもっともでございまして、我々の研究会の発足も先ほど触れましたように、昨年の台風18号の被害の状況を見ましたときに、上流であります琵琶湖沿岸地域の被災、そしてその天ヶ瀬ダム、日吉ダムも含めまして、淀川水系のダムがかなり活躍してギリギリまでのところで持ちこたえたという状況でありますだけに、上下水 その調整のシステム、今は今としてあるわけでありますが、実際今のままでいいのかどうかを含めてですね、経過も踏まえながら
課題を摘出して、その課題に対してどのような対応が ありうるのかを整理をした上で、まあ、我々だけでできることではありませんけれども、整理した上で提案をしていければなという趣旨でこの研究会スタートさせたものでございますので、我々としては もとより地元の一番市民に近い市長さん方のご意見を伺う必要があると思っております。そのような意味でまだ研究会発足しただけで、第1回会合は8月になりますが、その際にも今日のこのような意見交換の場で地元のを代表して佐々木市長さんからこういう申し出があった旨お諮りをさせていただき、きちんとしたヒアリングなどをさせていただくような機会を作れるようにしていきたい、このように考えておりますので、よろしくご協力をお願い申し上げたいと思います。ただある程度議論が進んでまいりませんと、単純に意見を聞いただけなんてことになってもいけませんので、その辺のタイミングはまたご相談をさせていただきたいと思います。それから山中市長、芦屋市役所はずいぶん頑張ってられるんですが、もう今年度はちょっと難しいと思っております。具体的にやれるかやらないか、来年度の課題として受け止めさせていただきたいと思いますが、先ほど説明いたしましたように、関西全体としてもポイント制度ですとか、あるいはクールスポットへのお出かけ、誘引ですとか、いろんな新しいですね、試みもやっております。それから各県ごとに、各府県ごとにはそれぞれ工夫をされておりまして、私どものところですとサマータイム制度を実施しておりまして、まあ、サマータイムといっても8時に出てきて、まあ、5時に終わろうというわけでありますが、まあ、何が一番効果があるかといいますと、残業が減る、残業が減るということは電気を早く消すということにつながりますので、つまり5時以降冷房来ちゃうわけですので暑くて折れないという、こういうサマータイム制度も実施したり、あるいは11% が一般なんでありますが、率先行動計画の実施という形で、県としては 15% の節電に取り組ませていただいております。そういうような、そのような相対的な力をぜひ発揮していきたいなと思っております。合わせまして天気予報ならぬ電気予報が毎日のように出されておりますが、そこの電気予報なり緊急事態で 3% を切るような事態が予想されましたときには、緊急対応が必要になります。そのような場合にも呼びかけをマスコミの協力も得ながらやらせていただくとともに、もう県庁などはパソコン、電気、エレベーター、電気を使うことはもう全部基本的にシャットアウトするというようなことの行動計画も定めているものでございます。芦屋市さんの試みにつきましては十分勉強させていただいて、来年度の課題とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。関空の問題についてお答えいたします。基礎自治体と広域自治体をつなぐという立場で我々は広域連合に入っております。そしてやはり関空の問題は泉州だけの問題じゃなくて、これ関西の問題だというふうに認識しております。今日の新聞でも訪日外国人が上半期最多になったというふうなことで626万人でございますので、1200万人を超えるのは確実だろうと言われています。その中でやはり関空も LCC 人気で非常に多くの訪日外国人の方が来られております。我々としてはやはりその地元として乗り継ぎ利便性をいかに向上させていくか、スーパーハブとしての関空をどのようにして地域で盛り立てていくかということを考えていく。そうなるとやはりリニアをなんとか新大阪まで来るんでしたら関空までというふうに思っているところでございます。ぜひそのあたりをですね、広域連合と、そしてまた国の方にもしっかりとですね要望していくというふうなことを地元としてもやっていきたいと、それは和田町長さんと同じ思いです。そして我々の責任は何かといったら、やっぱりその通過都市にならずに
その関空周辺のところにそのインバウンドの周遊コースを定めていかに回ってもらうかということがやはり我々の泉州の市町村の役割やと思ってます。そういう意味でリニアは大きな役割をすると思いますので、ぜひこれからも広域連合の皆さん、メンバーとして、そして国に対してしっかりと同時開業プラス関空を視野に入れたものをしっかりと要求していかんとあかんというふうに思っています。以上です。私一応広域インフラ担当なもんですから、ただちょっと広域インフラ のみんなでやってる話と違うことも合わせて申し上げます。で関空リニアはですね、私たち多分ほとんど全員必要なもんだというふうに思っております。でこれ歴史的に言うと多分橋本さんが一番初めに言い出した話じゃないかなと思うんですけど、例えばですね、これ中央リニアと、関空リニアありますけども、中央リニアを京都までこう持っていった方がいいんじゃないかっていうような方々はですね、ぐるっと回してそのまま関空まで持ってらっしゃいで、こういうふうに言っておられます。で一方ですね、実はこれ広域連合と違うんですけども、私が知事会を合唱連行しまして、それで今四国新幹線を関空まで持っていこうというような話もしております。でこれは四国新幹線ですからリニア仕様では必ずしもないんですけども、何がいいかというと、四国新幹線というのは四国を通ってですね、淡路島行きましてね、それからどこを通るかよくわからんけど、とにかく大阪まで行くというのが、基本計画という形でですね、政府のこれ閣議決定されてるんですね。ですから橋本構想とは違ってですね、もう政府も半歩ぐらいは踏み出しとるわけです。で、橋本さんや松井さんにちょっとお話をしましてね、それでどうせいくつか止まってくるんだろうから、リニアでも新幹線でもそんなに時間差はないから、これでやると実現まで早いよというような話を私はしましてね、それで知事会に入っていただいて、それで四国新幹線を淡路島から紀淡海峡を通って和歌山の橋をかすってですね、それで、関空島に突っ込んで、それで新大阪まで行くというような話をすればですね、いずれ整備新幹線 の順番が四国に回ってくるはずですから、かなりこれ実現まで近くなってくるんじゃないかと思います。ただし、この整備新幹線も紀淡海峡を、これ実は四前奏の時に第二国土軸という話だったんですよね。でだけどこれはもう話はあったんだけども、なんとなく元気がなくなってやや死にかけていた話ですし、それから関空リニアの方はですね、まだ生まれてるような生まれてないような話なんでですね、そんなに簡単ではありません。しかしみんなで力を合わせて、それを進めていけば非常にいいんじゃないか。それから連合庁に、ちょっと一言感謝を申し上げておきますと、実は淡路島まで来た四国新幹線をどのルートで大阪まで持っていくかという話がですね、実はずっと昔から決まってなかったんです。で明石海峡大橋通っていったらいいんじゃないのという話と、それから紀淡海峡に橋でも作ってという話があったんですけれども、連合庁は英断をしていただいて、それはいろんな話があるからもう紀淡海峡で結構であるというふうに言ってくださって、で我々の仲間内ではですね、なんとなく話がついたんですが、問題はこれ政府がお金を出すかどうかということなんで、まだそこまでは簡単には言っておりません。だけど粘り強くやるつもりですし、さっき言いましたようにこの案にしろ、ですね、中央リニアを持ってくる案にしろ、関空までというのは我々全員がですね、そういうことを念頭において行動していると、これをご理解いただきたいと思います。どうぞ。徳島県の南町長の影寺といいます。よろしくお願いいたします。資料では、3ページになるかと思うんですけれども、四国88箇所の霊場の遍路道を
世界遺産登録ということについて、まあ、ご意見を申し上げたいと思います。今年は空海が四国霊場を改装したと伝えられる公認6年815年から数えまして1200年の節目を迎えるということで改装1200年ということでいろんな、まあ、イベントも行われており、四国霊場をめぐるお遍路さんが例年よりも増えている状況でございます。で、私たちの町南町にも四国霊場23番札所の薬王寺がございまして、まあ、お接待の心で参拝の、訪れましたお遍路さんをもてなしているところであります。で、四国88箇所霊場は、2004年7月7日に紀伊山地の霊場と、三景道ということですでに世界文化遺産に登録されておりますけれども、まあ、10年経っているというようなことでございまして、前段の、会議でも堺市長さんの方から、モズ古市の古墳群というようなお話もございましたけれども、こういった形で、まあ、関西の歴史それから文化にも関係するこの四国88箇所霊場と遍路道を、まあ、世界遺産に登録しようということで南町など四国の88箇所霊場がある四国4県の市町村や県それから経済団体が一体となりまして世界遺産登録推進協議会を設立いたしまして平成28年度の世界遺産暫定リストへの記載を目指して取り組んでいるところでございます。で、関西広域連合では関西における、まあ、広域的な観光ルートの提案や関西の世界遺産や世界遺産登録を目指している文化資源と国内外への情報発信に取り組まれているというふうに先ほど、まあ、伺ったところでございます。で、例えば、まあ、京都や大阪神戸に訪れた観光客の方が四国88箇所霊場など関西各地に、各地の文化また観光資源を生かし四国や関西の各地にも観光に訪れていただけるよう関西広域連合が中心となって広域的な周遊観光を積極的に進めていただきたいと思うわけでございます。また関西で世界遺産登録を目指すっていうのは他にもあるかと思います。で、そういったことで世界遺産の PR の取り組みにあたりましてはぜひ、四国88箇所霊場と遍路道についても関西広域連合が積極的に世界遺産登録に向けた支援を行っていただければありがたいかなと思いますのでよろしくお願いを申し上げたいと思います。ありがとうございました。他にですか。じゃあどうぞ。近畿市長会滋賀県の甲賀市長の中島でございます。先ほど南丹市長の佐々木さんのお発言ございましたように琵琶湖淀川水系にかかる県に関してお願いと申し上げたいと思います。実はこれ関西広域連合が発足しました当時23年2月に近畿市長会の役員会でその当時の近畿市長会の会長さんが兵庫県小野市の蓬莱さんがしててくださった時がございました。故に関西広域連合とそれぞれの基礎的自治体である近畿市長会との関係をたびたびこのような意見会を持っていただきたいということを申し上げておりました。まあ、今日このような実現をしてくださったことは大変ありがたいという思いをいたしております。今般関西広域連合会におきましても琵琶湖淀川流域水域にかかる研究会を発足をしていただきましたことは大変意義深くありがたいものがあると考えております。しかるに私ども滋賀県のシンボルであります琵琶湖には118本の一級河川が流入しておりまして他は直接瀬田川淀川に1本流れておりまして岐阜県に1本、そして福井県に5本流れております。故に今回近畿1400万円の水がめとなるべき琵琶湖の関係でございますが特に県内の河川のほとんどが琵琶湖に流入していっているとも
これは限りないところでございます。その最長部の安川の上流にあるのが手前ども鈴鹿山系から流れる甲賀市であるわけでございます。しかるに先の18号台風におきましては、安川支流にかかります曽我川という橋がございまして、信楽高原鉄道の橋脚が流出したということで皆さんご存知かと思いますが、昭和8年に旧国鉄から払い下げを受けて民間とともに取り組んできた持ちこたえた橋脚でございますし、老朽化ということもありますが、それ以上に河川の状況が大きく変わっているのではないかという思いをいたしております。まさに上流部源流部におきましては、山林は観葉資源としての機能が低下いたしておりますし、山の管理が十分にできておりません。したがいまして、それに伴い土砂の流出や過小の盛り上がり、この時期にありましても水をたたえた水面の風景は見ることができないわけでございまして、まさに河原砂漠のような状態で竹林やら脱木が出ております。先ほどもお話ございましたように、獣害もイノシシ、シカ等につきましても河川の中に住んでいる状況が続いておるわけでございます。格好の住処となっている状況から、治水対策につきましては下流部だけでの問題ではなく、上流部にでももっと目を向けていただければありがたいという思いをいたしておりますし、その118本の河川から流れました一般流木が琵琶湖に漂着し、それが沿線のいわゆる市町村の処理するに大きな負担になっていることも事実でございます。しかるに最適な場所に最適なダムを作るということにつきましては、もちろん反論はございませんが、やはりダムありきではなしに下流部の都市部の繁栄や安全が確保されなければならないものでありまして、流域全体にあるべき治水というものをしっかりと総合的な観点から捉えていただくことを念願するものでございます。私どもの古い小学校の学籍簿を見せていただいておりますと、お父さんの名前が書いております。その次にお父さんの職業が書いておりますと、いかだ氏というのが書いておりました。ゆえにこれだけのいわゆる流域の上流部から河川に木材を下流に流してたというような経緯のある中で、やはりこの点をしっかりと捉えていただきたいという思いと、瀬田川の荒井関ございますが、230年前に藤本太郎右衛門さんという方が親子4代46年間にわたって資材を投げ打って瀬田川の浚渫をしていただいたという事実もございます。故に県、そしてさらには広域連合におきましても、これらの事実をしっかりと捉まえて取り組んでいただきたいという思いをいたしております。奈良時代から遡りますと、柳で仕掛けの喧嘩をしておりました。今は水争い、山の西面争い、さらにはまた漁業権の争いもあちこちであるそうでございますので、どうか琵琶湖を原点とする滋賀県上流部にも海産連合として目を向けていただければ大変ありがたいという、その思いをいたしております。水をめぐっては先人たちの大きな努力の結果が今日あるわけでございますので、どうかこの努力があったということを真摯に思い起こしながら、将来のあるべき姿を映し出す議論として、関西広域連合としてしっかりと取り組んでいただくようにお願いを申し上げ、私は感謝の気持ちを込めて意見発表とさせていただきます。それじゃあ戸田町長さん。兵庫の町村会長です。高町長です。箇条書きで、何点かお願いをいたします。まず今日参考資料で先ほどご説明いただきましたので納得できたんですけれども、広域防災の中でインフルの問題、これが欠けておるなと思って資料、事前の資料を見ておりました。この部分分かりました。でそれで A 型のいわゆる H1N1、 ここの部分のパンデミックに備えるという、これやっぱり大事だと思いますいうふうな中で、タミフルでありますとかリレンダ、
これなんかの共同備蓄ということができないかどうか、これ1点です。関西広域連合ということの中でのなんかこう特色というのはここに出るのかなというふうな気がいたします。それと電気自動車の普及のお話がありました。時代がそういうふうな方向へ大きく流れています。これ前向きに受けたいなというふうに思っています。そういう中で関西全域の自治体、これに前向きに向かうということの中で、そのスタンドの設置というのをこれ一緒にやれたらなというふうに思います。でそれと近畿に、これはもうこれは国交省の関係になりますので、どう思われるか分かりませんが、道の駅の連絡協議会というのがございます。私も前に会長で、佐々木さん もこの間まで会長をいただいたんですけれども、そことの連携の中で車がたくさん寄ってくるところですので、これ自治体から声かけますと必ずできますので、そういった前向きな対応を一遍ご指導いただきたいなというふうに思います。それと日本自家の対策、これでありますけれども、やっぱり今猟友会が高齢化をしている、人数が減ってきているということの中で、鹿でもイノシシでもそうなんですけれども、これの捕獲というのがなかなか難しくなってきていますということの中で、人材育成プログラム、ご説明ございましたですけれども、これに期待をさせていただきたい、このように思います。それと関西文化の日というふうなご提案がありました。これ非常にええなと思って聞かせていただきました。11月の15、16を無料にするということですけれども、対外国人だけではなしに日本人も含めてこれお願いできたら非常にありがたいな、多分そういうことだと思いますけれども、これをお願いをしておきたい。それと危険ドラッグのお話がありました。でこれ今まで雑法ドラッグ、それから違法ドラッグとかいろんな言い方されたんですけども、なかなか知識が自治体の方にありません。でこれ研究対応をいただくということ非常にありがたいんですけども、これ急いでいただきたいなっていう気がいたします。いろんな被害が出ないうちに早く対応いただきたいというふうに思ってます。それと最後ですけれども、芦屋市長さんの提言、私も大賛成です。でぜひこれ一緒にやれたらなと思います。横連携がなかったら、あそこの役場は空いてる、市役所は空いてる、でこっちは閉まってるっていう、これ一番外見によくないですから、やはり関西行ったらみんなお盆は休んでるで、その代わり忙しい年末、それから年度末、ここは空いてるでっていう、なんかこういうふうなモデルを関西らしく作っていただけたらありがたい。それもう第三世ですんで、お願いをいたしたいと思います。ただ先休むというのはよくないですよね。先に逆に休んでるとこを先に仕事をするというところが入るということから言うと、今年からかかっていただいて逆にやろうかなと、そんな気がいたしますので、前向きによろしくご指導いただきたい、そんなことをお願いいたします。ありがとうございました。じゃあ市長さん。あゆい市長の谷口です。芦屋の市長さんのご提案、私非常にいいなと思って、私どもも数年前からやろうとしたんですけども、私どもその出先機関がないもんですからね、全庁を全部閉鎖するというのはね、これ地方自治法違反と言われましてね、市役所全体をこう閉めてしまうわけにいかんのですよね。それでごく一部だけ開けましてね、数年前からやらさせていただいてますんで、今年も一つ高城さんもやらさせていただきたいと思ってます。それから冒頭移動連合庁からもお話がございましたように、この関西広域連合のこの情報提供ですかね、見える化というのはね、実際問題なかなかこの広域連合が何をされているのかというのはね、非常に住民に分かりづらいという、実際問題としてね、そこはホームページとか SNS とかいろいろ情報発信はされておりますけど、今一度強力なですね、情報発信を お願いできればと、このように思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。お約束の時間が迫っております。もしよろしければあと一方ぐらいご意見いただいてと思うんですが、いかがでしょうか。直接自治体として、広域連合に参加します京都市でございます。私自身は副市長なんですけれども、先ほどの祝日の会
行とかですね、閉庁、そのあたりのことで少しだけご意見言わせていただきたいんですが、やはり、間接行政をやっている都道府県と直接行政をやっている市町村で随分スタンスなり感覚が違うんじゃないかなというふうに個人的には思っています。で、指定都市の場合は区役所で窓口業務を持っておりまして、私も実は今の副市長の前の仕事で、区長の仕事をしておりまして、京都市の場合は、年度末3月4月の、土曜日に、会長をしております。区役所業務の窓口だけ会長をしているというようなことをやっておりまして、うちも大変好評です。そういう意味では、窓口業務、市民に密着する、業務のあり方、それから、間接行政としても占められる部分を占めるとかですね、そのあたりについて、せっかくの機会ですので、こういう広域連合の立場と市町村の生の住民に直接接する立場での意見交換ができているというのは素晴らしいことだなと思いまして、指定都市としてもそのあたり区役所業務を抱えている指定都市として、またいろいろ意見交換させていただきたいなと思いました。以上です。市町村長さんの皆さんでどなたか、もう一言だけ。じゃあどうぞ。郊外市長でございますけど、連合長さんに反する気持ちで申し上げるわけではないんですけど、今回お取り組みになるワールドマスターズの件でございますけど、私も当時滋賀県で2002、3年頃に県会議員をいたしておりました。県挙げて誘致活動をいたしておりましたが、実態の見えないような状況の中で進んでおりまして、県会議員の代表あるいは県の代表の方がストックホルムなり、あるいはまたマドリードまで行っていただきましたが、実情誘致するについては非常に多大の経費がかかり効果が少ないということから断念した経緯がございました。施設そしてまた金融等につきましても、本当のオリンピックを誘致するような事業の内容でございましたし、内容を聞いてみましたら隙寄りの方ばかりが寄ってくるというような内容でございましたので、非常に冠事業としてはいいかと思いますが、どうか十分にご慎重にご審議された中で開催また誘致をしていただくよう断念した経緯の中からではございますが、このことだけ一つお伝えをさせていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。それではちょっと申し訳ありません。時間、ちょっと防災訓練を今日夜間のやらなきゃいけないもんですから、ちょっとここで出なきゃいけませんので、先ほどダンプトラックのお話、今は危険ドラッグと呼んでおりますけど、まあ、なるべく情報をと早くにというお話がありまして、まあ、実は今全国の中で条例化で規制をしておるのが6つあるんですね。で、このうちの4つが実はこの関西広域連合のエリアの中にあると、まあ、大阪、和歌山、徳島、そして鳥取と。でこうした情報につきましてもお互いで共有を関西広域連合、さらには連携団体である福井あるいは三重そして奈良と、まあ、こうしたところとも連携をさせていただいて、先ほどの合同研修会、これも一緒にこうやっていこうと、今年度は福井も入って全部これがやっていくということですので、またそうしたところでタイムリーに情報提供表現の方にもさせていただきますので、またそうした点よろしくお願いいたしたいと思います。じゃあじゃあ短くですね、先ほど来傾聴の話がありますけども、まあ地方上ですね、まあ、休日を設けることができると、でそれは条例で定めれば休みにできる日が決められます。で実は事情改正やったときに確かどっかやっぱりお盆閉めてるところがありまして、まあ、それでわざとそういうような規定をですね、作ってありますから、それを活用すれば、示し合わせて本当に休みを取ることは可能なんではないかなと思います。また先ほど戸田町長の方からお話がありました電気自動車ですが、兵庫県と鳥取県や岡山県で連携しましてですね、実はある例えば田島ルートで日本海入ってくるとか、それから先般はですね JKB っていうのが来ました。 JKB って女子カート部というものすごい格好してるんですけども、可愛らしいお姉ちゃんが3人でですね入ってきました。まあ、これがやっぱり電気の充電スタンドをたどりながらやってくる旅でありますけども、まあ、こういうのをもっとですねルート化して、まあ先鋭的に県域として売り出していくということも可能なんではないかなというふうに思います。まあ、町長さんの方からお世話いただいたSL をいただいたですね若狭なんかでも、まあ、そうした充電スタンドを作ろうという動きも出てきておりまして、結構ルート的には今関西から、その周辺地域へ回るルートが確立されつつありますので、
それを念頭に置いて整備していったらどうかなというふうに思います。それでは言語、あ、その前に世界遺産の関係、あのまずあの文化の日はあの当然日本人も無料でございますのでご安心いただいたらいいと思います。それから世界遺産の関係でございますけれど、冒頭説明させていただいたように、まあ、あの今もあの第一番札所なんかは PR させていただいているんですけれども、この前の会議でも竹山市長さんから、古墳群の世界遺産を目指しているというお話もございましたし、彦根城のお話も聞いておりますし、我々もいくつか案件を持っておりますので、まあ、そうしたことを含めてですね、当然あの世界遺産になるためには普遍的価値をみんなが理解していないといけないということでございますので、その普遍的な価値をみんなが理解していただくための活動をご一緒にさせていただきたいと思っています。先ほどのお話の中で電気自動車の関係でございます。あのスタンドの設置を推進するようにということでございますけれども、あのスタンドの設置現在あの普及時期ということで、いろんな団体あるいはあの事業者会社がやっておりますし、まあ、あの公的団体でもやっておりますけれども、まあ、広域連合では、まあ、それを全体的に支援するということで、その全体 その配置重大マップの情報発信でございますとか、あるいはあの通信認証システムの共通化というようなこともやってきてございます。先ほどございましたようなあの道の駅などにつきましてもですね、今後 の、まあ、あの支援の検討課題としてさせていただきたいと思います。日本時間の件でございますけれども、あの先ほどご指摘いただきましたように、大変あの県境付近での被害というのはあるそうでございます。あの特に県境付近は人がなかなか入っていないということで、その捕獲 あのシステムもできていないということがございますので、今年から新たに取り組みということで、あの県境におけるそういう取り組みのやり方みたいなことを検討してまいりたいというふうに考えてございます。それではあの本日の総括を兼ねて、総括のご挨拶を兼ねて連合長残っておりますあの答弁もまずさせていただきたいと思います。あの中島さんから2点ご指摘いただきました。特にあの淀川水系の研究会の運営につきましては、もともと非常にあの淀川水系全体琵琶湖も含めまして、あの経過があって、そして現在に至っているわけでありますので、まずその経過をきちっと踏まえる必要があるというのが出発でございます。そして今の現状が適切な状況であるのかどうかを評価していき、そしてそれに対して対策をどんな県知事で行っていったらいいのか、こんなの議論展開をしたいと考えておりますので、あのそのような意味ではいろんな意味で あの意見やご指導を賜りながら進めていくことが基本になろうかと思っています。ただもう非常に経過があるということは、逆にですね、非常に多くの、まあ、いわば教訓や材料があるということにもつながりますので、なんか3回ぐらいで中間報告うまくまとまるのかいというのは実を言いますと私も心配しているのでありますが、一方であのそれだけの多くの実績が積み重ねられているんだということも前提にしながら研究会を開催していきたい、そしてご意見も伺っていきたい、ご指導もいただきたい、このように思っておりますのでよろしくお願いいたしたいと思います。あとあのワールドマスターズゲームズですが、あの当時と相当状況が違ってまして、あの今回のワールドマスターズゲームズは実を言いますと向こうの事務局の方からぜひ関西で開いてくれという要請を受けて我々が立ち上がったという経過がございます。もしあの誘致合戦なりをしているんだとすると、あのご心配のような点も多く出てきたんじゃないかと思いますが、私たちもあの決定をする前にあの去年ですが、あの平井知事もいらっしゃいますけれども、平井知事と京都市議長の門川市長に代表していただきまして、現地調査をつぶさにした上で、あのそれから事務局の方とも開催あのに伴いますいろんな負担関係などについても相当程度あの交渉をさせていただいた上で踏み切らせて、いただきました。そのような意味でですね、それと合わせまして関西全体で取り組もう、あの一府県で取り組むのではなくて関西全体で取り組もうといたしておりますので、体制もある意味で取りやすい、まあ、調整は難しいのかもしれませんが、その辺も踏まえて進めていきたいと考えております。で今日も準備委員会を開催させていただいて、今年中には組織委員会を立ち上げたい、
できれば手を開催地をから手を挙げていただくようなそういうあの枠組みがうまく示されるような努力をしていきたいというようなことを申し上げたところで、ございます。ぜひご協力をご心配の点は常にご指導いただきながらご協力をいただけましたらと思います。それから戸田町長さんからのインフルエンザのタミフルなどの共同備蓄の提案がございましたが今のところこのタミフルとかイレンザの備蓄について大変困っているわけではないんですね。それで我々としてはですね備蓄場所というよりは融通のですね仕掛けをきちんと用意して対応をしていくということが重要なのではないかということでそういう意味で の実施要項を定め実施要項の中にその部分も入れていきたいなとこう考えております。それから電気自動車はもう我々兵庫県でもすでに充電スタンドの整備計画というのを国の計画に準拠して整備させていただいております。ご提案のようなルートごとのチェックが十分できているかどうか自信がありませんけれどもこれもチェックさせていただいてルートごとにメインのルートごとに、大丈夫かどうかということは非常に重要なことではないかと思います。合わせまして水素スタンドのですね整備計画も兵庫県としてはこの7月に策定をいたしまして公表をさせていただき尼崎に第1号の水素スタンドが整備をされて営業活動も始めております。岩谷産業が研究所の一角に整備をしたということでありますので一般的な整備スタンドではないかもしれませんが機能としては一般的な整備スタンドとしてスタートしたということで、ございます。日本歯科対策は非常に重要でございまして奥山にですね間伐などをした後広葉樹を植林いたしましても鹿が食べてしまいます。したがいましてその鹿害をその防ぎながらどう植林をしていくかというのも大きな課題になって、おりまして、筒でですね包んでいるというのもあるんですがこれ結構お金がかかるんですね。したがいましてもう少し面的な対応ができないかどうか私ども森林動物研究センターというのがありますがこの森林動物研究センターで研究してもらっております。いくつかの提案があるわけでありますけれども要はやっぱり物理的に守らなきゃしょうがないなということであります。もう一つは構造ミツマタみたいなですね鹿が食べない鹿が嫌う植林をしていくかということも考えられるかもしれません。この辺はさらなる検討を進めていきたいと考えています。それから危険ドラッグはもう絶対に、流通しないような対応をしていきたいと考えております。私どもは条例化してないんでありますが今日も強く平井知事それから仁坂知事の方からですねいわゆるドラッグの構造式でもって指定をしてですね対策を行うというようなことになるといつもいたちごっこの後追いになってしまうので売らさないそういう効果が出てくるような薬は販売禁止あるいはいわば許可制度の枠の中に入れるとかですねそういうようなやり方社会的な規制を中心に考えていくべきじゃないかという提案をいただいております。そのような社会的規制のあり方についても少し検討を進めていきたいこのように考えているものでございます。きっと国はですね法律で社会的規制を前面に立てようとするとこれ国会論議で本当に通るかどうかっていうところが自信が持てないので今のような科学式規制をやっているのだと思いますのでその辺現場に近い我々の方の知恵の出しどころがあるのかもしれないと考えているものでございます。それから谷口会長から小池連合の見える化についてもっと努力しろと言われました。具体的に府県民から見て
メリットとして感じられるような事業を広域連合が具体的に進めているということが肌感覚で分かっていただくのが一番なんでありますが、例えばドクターヘリなどは大変分かりやすい、事業でありますし、あるいは防災につきましてもですね、実践的な防災訓練広域連合としても行っていますが、 あと広域連合と府県とまた市町村との連携した全体としての頭上訓練などを一緒にやらせていただくとかいうようなことも大変実践的に重要ですし、見える化にもつながっていくのではないか、このように考えております。ともあれできるだけ、広域連合が目立つような活動を展開していくことが重要だと思っておりますので、よろしく ご理解とご指導いただければ幸いでございます。最後にお礼を申し上げたいと思います。今日は第5回目になりますが、このような忌憚のない意見交換をすることができました。私たち冒頭ご挨拶いたしましたように、第2期の広域計画に基づく新しいステージでの広域行政の展開を図っていこうと考えているものでございますし、何も道州制に対抗しようとしているわけではありませんけれども、道州制が狙っているような広域的な取り組みはある意味で、私の評価としては広域連合で取り組むことによって、代替できる部分が随分あるのではないか、そういうような一環として、実を言いますと国の出先機関の丸ごと移管というようなことを要請してきたわけでございますが、この国との関係も含めまして広域連合の今後のレベルアップ、機能アップにつきまして、皆様方からのご指摘もいただきながら努力をしてまいりますので、今後ともよろしくお願いを申し上げさせていただきたいと思います。特に人口減少社会に対する対応という形で国も地方創生本部を作って、かなり本腰を入れようとされている矢に見えますので、そのような動きの中で実際は一番最末端の小規模集落ぐらいまで目が届かないといけないわけでありますし、そこの住んでいる方々自身が自発的な活動を展開されていかないと地域振興をできっこないわけでありますが、しかしそういう枠組みを我々が用意をして応援をしていくという体制がうまく作れるレバー作ることが非常に重要になってまいりますので、そのような意味で我々広域連合としても果たせる役割を従前に果たせるべく努力をしていきたい、このように決意をいたしております。今後ともの市長会、町村会の皆様方、そして、市町村の皆様方との連携のもとに、広域行政の推進を図ってまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げまして、お礼の言葉とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれをもちまして本日の会議を終了させていただきます。長時間ご議論ありがとうございました。ありがとうございました。